こんにちは。西武池袋本店コスメデコルテの阿部と申します。本日は夏におすすめの崩れにくいベースメイクステップをご紹介いたします。人気のフェイスパウダーも詳しくご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。ベースメイク初めのステップはこちらの化粧下地コスメデコルテロージーグローライザーです。美容液のようにみずみずしく潤い、素肌感を生かしながら発光するようなツヤ肌に仕上げるプライマーです。使い方、ポンプ式になっているためワンプッシュ押し切らない程度に手のひらに取ります。3本の指に軽くなじませます。顔の5箇所、右頬、左頬、額、鼻筋、顎の順に5点置きしていきます。右頬、左頬、額の順に顔の中心から外側に伸ばします。鼻、口、目の周りを丁寧に伸ばし、フェイスラインもぼかします。口の周りや目の周りは指先に残った量で伸ばします。ロージーグローライザーは全顔で使用しても綺麗ですが、ツヤを出したい箇所に部分的に使用していただくことでお顔の立体感も演出することができます。今回はより崩れにくい素肌メイクにするために、あえてファンデーションは重ねずに仕上げていきます。フェイスメイク次のステップはコスメデコルテフェイスパウダーです。オーガニックシルクパウダーを配合した粒子の非常に細かいフェイスパウダーで、マットタイプ、ツヤタイプの6色展開となっております。仕上がりの肌のお好みによってお色味をお選びいただけます。今回は全6色の中でも人気のある00番、11番、80番をご紹介いたします。00番、素肌感のある生ツヤ肌を叶えます。11番、若々しいツヤ肌を叶えます。80番、血色感のあるフェミニン肌を叶えます。今回は一番人気の00番を使用いたします。使い方、仕上がりの印象が変わるフェイスパウダーの使い方をお伝えします。ベースメイクの最後の仕上げにお使いください。パフを容器ごと押さえて逆さにし、パフにパウダーを取ります。大きな円を描きながら螺旋を描くようにくるくると肌に伸ばします。螺旋を描くときに肌表面に力が加わってしまうとファンデーションが崩れやすくなってしまうため、パフを立体的に動かすと綺麗に仕上がります。鼻、口の周り、目の周りなどの細かい部分はパフの角で優しく押さえるようにつけます。フェイスパウダーをつけるときにパフで叩くようにつけることもあるかと思いますが、パフに指を通さずに端を持って顔の下から螺旋を描くことで余計な力が入らずふんわり仕上げることができます。最後の仕上げはコスメデコルテコンフォートデイミストセット&プロテクトです。きめ細やかなミストで日中のお肌をケアしながらメイクをフィックスさせ、つけたての美しい仕上がりを持続させるミスト状ローションです。使い方、2層タイプになりますのでよく振ってからご使用ください。お顔から15センチほど離していただいて、目と口を閉じた状態で10プッシュほど吹きかけてください。プッシュ後はティッシュなどで押さえず、そのまま乾かしていただくと薄膜のベールが形成されます。
霧が細かいので浸透と馴染みも早く、スキンケアブランドのコスメデコルテだからこそメイク崩れの防止と潤い補給を同時に叶えることができます。艶やかな崩れにくいベースメイクの完成です。コスメデコルテ夏におすすめのベースメイクはいかがでしたでしょうか。フェイスパウダーは今回一番人気の00番を使用しましたが、叶えたいお肌に合わせてお色味をお選びいただけます。西武池袋本店でもお待ちしております。